それではコンシェルジュさんのコーナー後半に参ります。今日初めてご出演のコンシェルジュさんですね。はい、じゃあまずご挨拶からお願いします。はい、皆さんこんにちは。リスクマネジメント管理士の小林健と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってたんだ、待ってた。皆さんの周りにリスクはありませんか？ありますありますか？お聞かせください。聞かせていただきます。一家に一人だよね。そうです、一家に一人だよね。はい、昼も夜もやってますからね。はい、リスクは24時間です。本当でございます。はい、そう、ケンさん詳しく聞かせてください。はい、どんなことなさってるんですか？実はですね、リスクマネジメント管理士、ということで、ね、管理士ってなんだってことなんですけど、はいはい、実はですね、まあ、皆さんの周りにリスクというものがいっぱいあるんですね。はい、気づかないんですけど。で、最近特にですね、こんな管理士が出てくる世の中になってしまったその背景は、じゃーん、スマホにあります。あ、そうなんですか。はい、なぜでしょうか。皆さん盗撮投影、すごい量がですね、いや、盗撮盗影ではなくてもね、盗聴でなくても何気に撮ったものは、あれ、いいもの撮っちゃったなみたいな感じで、これってメディアに出したらウケるかなみたいなことってよくありません？そうだね。それでね、 SNS、うん、でスマホの中にも入ってますよね。皆さんも使ってるし、この番組でも、はい、僕もいつも使ってますけど、そんなものにですね、ちょっとね、気持ちよくアップしてしまったら、まあ大変、すごい事件に巻き込まれてしまう。これがですね、もし企業だったら、うん、とんでもないことになっちゃうんですね。大変ですよね。ちょっとしたね、社内の事件が、告発事件になっちゃったりしてね、社長が記者会見とか。個人は悪気はないからね、なんか何の気なしにあげたものが大騒ぎになったりしますもんね。ですからですね、そういった大事になるときに、ちょっと注意しておいてね、相手のことを考えてあげるっていうのも重要なんですが、その、まあ、会社の経営者なんかでしたらね、社員とか、またお得意様とか、もしくはですね、何か物を作ってらっしゃる会社さん、まあ、おにぎりでもいいんですよ、まあ、テレビでもいいんですけども、そういったものを作るときに、ちょっと見てないからいいかななんてやっちゃったらですね、このスマホで撮られてしまっている場合があるんですね。ああ、怖い。はい、それをですね、未然に防ごうとして、皆さんにこんなことを注意したらですね、そんな現代のですね、スマホ、SNS 時代に対抗できるですね、守備が得られるんですよっていう、そういうリスクの音符を読めるようにしてあげるのが、リスクマネジメント管理士のお仕事。なるほどね。ということなんですね。じゃあそういう企業に行って、はい、まあ、企業の経営者も含めて、そういうリテラシーの教育をなさったり、はい、そうです、そうです、そういうことですか。標準化をするために規則作ったりとか。ビッチェさん、その通りです。あら、まあ、はい、それが管理士で、実は私のようにですねリスクの音符が読める人を社内にたくさん置いておくとね、例えば社長さん、それから役員さん、それから工場長さんとか、もしくは現場で実際作業している方もその音符が読めるようになると、あら、ここはいけないのかしら、もしここをみんなで穴を止めたら、この会社ってもっと潤うのかしら、ひょっとしたらもっとボーナスが入ってくるのかもみたいなことになるんですね。ですからリスクマネジメントとは、なんかですね、マイナーな、なんか悪いところをですね、見合うんではなくて、価値創造、ここからですね、素晴らしい発展がですね、見込める可能性もあるので、今世間を注目しているんですね。いや、本当に必要なことだと思う。はい、リスクマネジメント管理士、管理士、はい、初めて聞いた。でもそういう資格が、ね、うん、はい、っていうことも。そうなんです、民間資格でしてね、これはですね、やっぱり一般社団法人さんの実践リスクマネジメント研究会というですね、このリスクマネジメントの世界では世界で一番ですね、まあ、先駆者というか第一人者の教授は日本人なんですね。あ、そうなんですか。はい、その先生が作ったこの協会で、その先生がですね、実践型の現場で使えるそのメソッドを体系化してくれて、それをこのライセンスにしているので、これを学んだらですね、会社のですね、売り上げはね、ドーンと増える、ドーンと可能性があるのです。ドーンドーンドーン、はい、そのことを経済に言われてるんですか。はい、
はい、私はですね、はい、ホームページ閉め直して、まず私はボタンを閉め直して、ホームページ見てください。はい、簡単です。アレックス alex.vc、はい、vc とはビクトリーの vc、alex.vc、はい、これをですね、ホームページの方で、私がですね、にこやかにスマイルでお待ちしておりますので、どうぞ。ちょっと打ち込んでみてください。ね、そうですね、はい。本当に大事なことなのでね。え、そうです。はい。皆さんの応援をぜひしてあげてくださいませ。はい、わかりました。はい。何かお悩みでしたら。はい。お待ちください。では、また来週。はい。来週。来週。クリスタルのね、心強いね。にこんな素晴らしい感じの方がいらっしゃる。ありがとうございます。